감이 뜨나요? もしアリエスの方へ行くのなら、バルハラのこいつの目が変わってきたな。 凱旋だね、ライトニング。また、お前か。ライトさん、ノエルさん、はい、これで二人っきり。それにしても派手にやったね。予想より大ごとになっちゃった。予想だと？問題。例の予言の書のことをノエルに教えた張本人は？ お前だったのか。ノエルを見くびってたわ。まさか自分の意思で予言を打ち砕くなんてさ。せっかく用意した予言が打ち消されて残念だったな。何言ってんの、逆よ逆。実現しなくてよかったわ。あの予言に映った世界は見た目が綺麗なまがいものだし、 思春ブーニベルゼ様にとって見えないものは存在しないものだから。見えないものとは、例えば心。なんだ、分かってるじゃない。せいぜい神様を手伝ってあげることね。とはいえ、あなたにも思うところがあるようだけど。お前に何が分かるんだ？ ご苦労様でした。かつてノエルは人々の戦、しかし救世院が権力を握ると姿を消し、人知れず町の治安を守っていたようです。
あの予言の書が真実を映していたとすれば、私が死ねば理想的な未来が実現したのかもな。いや、どうでしょう。ライトさんの死は解放者の失敗を意味します。であればその先にある未来ではノエルの魂は救われていないはず。ならばあの映像は何だ。誰もが幸せそうだったあの光景は、見た目が綺麗なまがいものか。可能性はあります。映像に人の心は映りませんから。
焦らずも。昔は先生の助手もたくさんいたんだ。でも一人去って、また一人去って、13号ちゃんが入るまでずっと俺一人だったよ。調子はどうだい？チョコボの栄養になるものといえば、モコモコ羊から取ったミルクが定番だよ。アリエスって村がある。あそこで羊を飼ってるから訪ねてみたらどう？された彼らは女神エトロの神殿があるこの地に逃げ込み住み着いたようですね。旅のお方とはあなたの旅路に女神の祝福がありますよ。白き翼の天使といえども神殿まで飛ぶことはかなわぬか。だがその翼が癒えた日には、あるいはとなく生き続ける。バルハラの神器を知っておるか？女神の神殿に眠るとされる大いなる宝のことよ。なぜ急にそんな話を？お主はどこかカオスの気配を漂わせておる。関わりがあるように思えての、女神エトロの恩寵に満ちた聖なる器にな。器？バルハラの神器というのは何かの入れ物なのか？
目にした者はまだおらん。だがお主が真に選ばれし者であるなら、天使に導かれてバルハラの神器を手にできるじゃろうな。わしはバルハラの私たちは死を身近に感じていると言われました。人の心は道徳死に我らは長く我ら女神の信徒は闇の中で生きることを選んだもの。私たちビルダは女神の神殿にたどり着けるのは天使に選ばれた。私たちは死を身近に感じたいのです。おお、それはまさか白き翼の天使。我は終わりを待つ者、そして汝は終わりをもたらす者。その白き翼が汝を定めの地へと導くだろう。さあ、女神の神殿に渡るがよい。我はここから汝の運命を見届けよう。チョコボの傷はもう癒えています。さっきの人が。おお、我は終わりを。その城、さあ、ライトさん、例の神殿へのルートですが、ポルタから近づいてバルハラの天使に乗って飛べばたどり着けそうです。Thank you.
おお、天使の秘書。